優勝戦四号艇の磯村匠海選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準優勝戦は四艇立てという珍しい形で。二コースから二着ということになりました。準優振り返っていかがでしたか。えー、エンジンが出てるので。はい、自信を持ってレースに臨むことができました。はい。今節は序盤は四三三だったんですが、その後怒涛の五連勝です。えっと、まあ、スタートもいったんで、はい、エンジンもいいんで。はい、まあ。 よ、取れたなあっていう感じです。はい、はい、まくりが3回ありましたから、はい、かなりそのセミっぴりの良さも印象的でした。そうですね。あの伸びがついてきたんで、はい、まくれました。はい、ずっと展示タイムもいいものが出ていましたが、はい、やはり伸び方ですか。えっと、出足よりに伸びが。 ついでについてくるような感じがあります、はい、はい。ということは両方手に入れたわけですね、はい、<laughs> はい。そして通算では4回目の優勝戦進出ということになりましたが枠は4枠これは楽しみがある枠じゃないですかそうですねダッシュからスタートも決めてるんで、はい、自分でも楽しみにしてますはい。これはもう思い切って攻めるという気持ちではい自分から行けるレースができればいいかなと思ってますはいわかりましたそれでは初優勝が係か,か戦ですファンの方に一言お願いしますえ今調子が良くて、えー 連勝もしたんでノリに乗れてると思います、えー、初優勝を目指して頑張ります